い、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日は、このクソ風が強く寒い中、翔平像をやってきました。皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。ということでね、まあ僕が最初にカメラに出てるということは、そう、皆さんのグローブ紹介です。今日、翔平図で、いろいろサービスが来てくれた方も、まあ常連の方もね、いらっしゃるので、皆様のね、グローブ紹介の方をさせていただきます。はい、ということで、一人目、高橋さん、よろしくお願いします。はい、翔平図、一度ベテランって言ったら、最年長。そう、高橋さん。お願いします。ありがとうございます。今日もね、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。さすがのこんな最年長に1試合まるまる投げさせるしゅんさんに言ってということでね、ピッチャー用とはまた別で今日内野守ってたじゃないですか、はい、その時に審判やってておってなっちゃったグローブがあったので紹介させてほしいなと思いまして、はい、そのグローブが、はい、こちらです。絆これ言ってたやつか。そう、今年オーダーしたはいはいはい、はい、ダイヤ用なんですよ。そうですよね、めちゃくちゃでかいですよね、うん、でかい。で、セカンド守ってましたからね。オールラウンドを忘れたっていう。なるほど、ありがとうございます、はい、これ、本体カラーが、補給面がブラック、グリーン、ピンク、ピンク、レースもグリーンか、うん、ここが、カモ柄の青カモって言ったらいいのかな。なおかつ、閉じが縦閉じとなっていて、なおかつ、ここ抜きましたね。抜いたこっちから見れば分かりやすいか。こっちの方が見やすい。そうなんです。だから、ここのところ普通3段になってるんですけども2段になってるというのが、これ自分で抜いたんですか。これはカスヤが全部やってくれて。なるほど。カスヤにオーダーして片付けもですか。肩も俺自身がこう掴むタイプじゃなくて、はい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 、こっちに掴むタイプの、ひねりに近いような取り方。そう、もともとやっぱファーストやってるから、はい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 、この方が楽なんです。力があるから、うん、全然これで取れちゃって。なえ、待った、この絆軽いな。軽い。なんか自分のピッチャー寄ってちょっとまあ、バックサイドが特徴的だったりとか、うんうん、縦横閉じだったりで手元に重心がある分重量的にはちょっと重かったんですよ。まあ、ただ重くは感じないけど重いグローブだったんですけど、これはめちゃくちゃ軽いです。軽い。そして絆をよくここまで柔らかくしたなっていう。ハセはすげえな。そう、ひねり取りなんでこっち側にね、ここの方にこういう風にラインを入ってるんですよね。はい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 。極力ファーストミットを使ってる感覚に近いように。う、来年の翔平とガイアもやんないよずるいな、それは。それはそれでずるいな。いいよ、いつでも ライトだったら守ってありがとうございます、はい、じゃあこのグローブを使って来年の翔平もよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、1年間ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お二人は楠木さんに来ていただきました。ありがとうございます。最近ね、めちゃくちゃ来てくれるから嬉しいですそうですね、はい、で今日ね、僕のせいで無理やりピッチャーやっていただいてはい、でその時に使ってたグローブの、はい、渋くてでも派手だなみたいな感じに思ったので、ちょっと紹介させていただければと思います、はい、ちょっとじゃあグローブ前にお願いします。はい、これが一応ハイパーテックなのかな、ローリングスの、はい、ハイパーテックのピッチャー用ですね。いや、これやばくないですか。渋いですよね。やばく渋い。渋いの一択だけで買いました。ですよね。でも金入ってるんですよね。超輝いてる金が。ヘリ側とかやばくないですか。光で当たったら、うん、いいんすよね。でも遠目で見たらそこまでまあ分かんないです。派手じゃないじゃないですか。でも近くで見たらめっちゃ派手だなと。でハイパーテックなので最初から柔らかいですね。そうですね。で使いやすいグローブ、使いやすい、即戦力グローブって言われてるのがハイパーテックですね。すごいなこれ。でポケットはめっちゃ深い。深いですね。深くて背面が王冠スタイルの背面紐通しで、これローリングスってちょっとまあアメリカチックじゃないですか、はい、元のメーカーとしてはちょっと重さを感じるかなとか分厚いかなっていう感じもするんですけども、そんなことは一切ないですよね。ないですね。使ってみて思ったより軽かったですし、うん、左手が疲れないっていう意味では、はいはい、投げてても長いイニング投げてても楽です。で片付け的にはちょっと丸みを帯びてて、そうですね、はい、こういう風に丸みをちょっと帯びてて、うん、ちょっとひねり系、はい、横系かな。力がこう入っちゃうから本当はこう山本由伸みたいな方の方が好きなんですけど、こう、そうです。ただこういう感じね。そういう感じですねごめん、よく分かんない、掴めないからこういう感じね、うん、そういう感じにしたいんですけど、はいはいはい、まあでもね、自分の力の入れやすいようにっていうのはあるからね。でちゃんとオーバルマークも黒で入ってるんですよね、親指に。ウェブがなんといってもかっこいいですね。そうっすね、ウェブいいっすね、これこれなんて言うんだろう。でもプロの選手が使ってるようなウェブ多分一緒の人はいないはずですよね。ね、プロモデルでは見たことないウェブかな、はい、まあもしかしたら使ってる選手ももちろんいるかもしれないですけど、小川投手、はいはい、ライアン小川投手がこんな感じのローニングスで色のグローブ使ってたので、はい、まあなんでね、ちょっともう翔平図で投げれるっていうのが分かったんで、はい、来年はピッチャーの方も翔平図で、まあ、強打なのは知ってるからもちもちっすね。はい、なので、どんどん
翔平図でも来年もぜひ来てもらえればと思います。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでもうなんかねお馴染みになりました、リアクに来ていただきました。はい、こちら相変わらず最初の声小さいねお願いします。今日もナイスピッチ。はい、ということで、でいつもねあのリュウヤ君には青い水野を、紹介してもらってるんですけど、今日ちょっと別なグローブを使ってたのと、まあ、内野用もねいつも見ないような、グローブを持ってきていたので、その2つの紹介をお願いします。はい、ピッチャー用のグローブこちらです。はい、これは Z のプロモデルって書いてあるんですよ。これはただプロステじゃないじゃないですか。プロステじゃないです。でもプロモデルどういうことですか。これ台湾製で、ネットで売ってるやつ、ミヤマーライアンスとかその辺かな、多分海外サイトで言うとなんかいろいろあるじゃないですか、海外サイトも。でってことは公式用か、これ公式用です。どこで硬いわけだ。たださ、あの水野のグローブよりかもちょっと縦型気味。縦です。ですよね、はい、あの水野はがっつり横。水野は横です。だけどこれはこうやって見てもらうと分かるけど、どちらかというとボックスより、はい、背面紐同士クロスで入っていて、本体がレッド、レッドオレンジじゃないよね、レッドで。レッドです。レースがキャメルなのかな、一応。ここにね、メイドイン台湾って入ってるんですよね。全然気づかんかった。こだわりってあります。こだわりはやっぱ水のいつも使ってる青いやつが、うん、横型で、他のも横型が多い中で、ちょっと試してみようかなと。縦型を試してみたくて、高校からこれは横型だったんですけど、はいはいはい、湯もみ 2,3 回して、縦に戻したって、戻したって変更したのか。変更して紐も自分で変えてやります。あ、紐自分なんだ、はい、元はこれ何。元は同色です。あ、赤か、はい、いやすごいな、これかっこいいな。え、背面の紐同士もさ、これ自分で穴開けた。穴開けた。やばくない、無理やり。すげえ、自分で背面紐同士の加工してるってやばいな。来年いろんなグローブ使ったりとこ、またね他にもあるでしょ、はい、ちょっとそっちらも含めてピッチャーの場合はね、また別のも見せてほしいなと思います、うん、じゃあちょっとお次のグローブいいですか。じゃあすいません、はい、これがファイヤーズです。珍しいなこの辺だと。これ公式用。公式用です。公式用のファイヤーズか。あ、なんかね、わかる、上手い人の型してる。これは高校の時に買ったやつ。いや、自分が買ったんじゃなくて、中学の同学年の子が、はいはいはい、高校で野球やるって言ってたんですけど、うんうん、部活に入らないでやめちゃったので。あー、なるほどね。交換してもらいました。で、型の特徴としてはちょっと小さめかな、グローブ自体は、はい、逆巻きのここにワイドヒンジになってるんですよね。だからより広くなってるっていうような感じで、ただウェブ下にもスレがあるので、そっちでも補給してるっていうような感じですね。小さくて広いけれどもウェブ下にちゃんとポケットがある。 H ウェブ。なんかこだわり、一番の特徴、こだわりとかってありますか。こだわりはやっぱ最初硬かったので、うんうん、自分でこれもまた湯もみして好きな形にして、親指を反るようなね、反るような感じで。これ使用して何年目。使用して5年目。あ、まあ高校の時はもちろん使ってたってことで、まだね硬さ残ってるんですよ。張りが残ってるって言ったらいいのかな、ベルト部分に。ファイヤーズ特有の炎柄って言ったらいいの、なんかファイヤーをイメージしたようなのが入ってるんで、こういうところもね、あのファイヤーズのおしゃれなグローブの一個だと思うので、はい、本日はありがとうございました。てか今年はありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は、ショーフェーズのメンバー3人の、グローブ紹介の方させていただきました。皆さん今年ね、1年、まあいろいろな、ショーフェーズの方のグローブも含めて、今年1年紹介させていただきましたが、ぜひね、あの過去動画も見返していただいたりとかして、来年の皆様のグローブ選びとかにもね、参考にしていただけたらと思います。はい、ということでショーフェーズ来年も、頑張っていきますので、ぜひぜひ参加したいよなんて方は、コメントだったり、なんかご連絡の方いただけますと幸いです。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。